今日も一日お疲れ様。駄菓子屋あるある屋がくじをお知らせします。皆さんこんばんは、夢ホーム石川芳彦です。3927北村さゆみです。石川さん、頭に何か乗ってますけど、これはね、はい、まあ、みんな知らん思うけどポケモン言うてんね強い生き物なんや。ねえ、あのポケモンといえば強い生き物、それは強いんですかね。うん、でもね、世界で核戦争起こってもポケモンだけは生き残るんじゃないかいうぐらいね、数が多いらしい。はあ、まあだってね、あれをいくつ言えるかっていうので競い合ったりしてたのもありましたもんね。また増えてるんでしょ。うん、もうまあね、うん、ピカチュウとポッチャマぐらいしか知らんけど。私もそうですね。まあでもピチュウ、そう、ピチュウ、ピチュウ、ギガミミピチュウですかね。でも映画もちょうどね、うん、夏休みに向けて始まったということもあって、こうたよ、あの親子ペア券2000円で。ちょっと今日はね、そのあたりの話を、まあ、夏休みの過ごし方、もうあと何日後が夏休みですか。うん、明日、明後日歩み渡しがあるんだよな。でもその次からですよね、うん、もういよいよすぐ夏休みと。どうなるんだろうね。ねえ、うん、ちょっといろいろな不安を感じるところもあると思うんですけど、石川さん、今日は夏休みの話題について教えてもらいたいと思います。実はですね、あるある屋もちょっと雰囲気が、雰囲気が変わったっていうか、ものが、あの、うん、後ろに見えるものが変わったんですよね。ダンボール戦機のプラモデル販売中、ね、なのでちょっとそのあたりもじっくりと見ながら楽しんでいきたいと思います。さて、皆さんにはですね、いつものようにそれぞれの星座を書き込んでいただいてるんですが、蟹座だけですかと、伊手座今いらっしゃったような気がしたんですけど、はい、なので蟹座の方ぜひ遊びに来てください。周りの皆さんも誘ってください。よろしくお願いします。12星座揃ったら発表しますので、いつ頃発表できるのか分かりません。気にしてずっと聞いていてください。ここにいてください。お願いします。それでは石川さん、今日もよろしくお願いします。はい、ついの間扱い地。この番組は住宅リフォームと外交工事でおなじみの素敵住空間夢ホームの提供でお送りします。カープは負けちゃったみたいですが、ちょうど今ね終わったみたいですね、うん、負けてしまいましたが、でもここのところちょっと調子が良かっただけに、ホームに帰ってきてね、勝ってほしいなっていう感じでしたけど、どうな、勝ってほしいなっていう感じでしたけどね。うーん、そうなんですよ。でもあの昨日は、俺らサッカーしか詳しくないけな。じゃあ行きましょう、なでしこ。ね、昨日というより今朝の朝方ですもんね。うん、で後半が始まっても、あ、0-0かなんて思って見ていたら、いつの間にかもう PK 戦まで行っちゃったという。そうそう、朝5時過ぎに起きて、ね、うん、この時間にファッカーションかよ話してから、ね、びっくりしましたよね。全然詳しくないんだけど、ね、ドイツでやってたので。でもなんかあの日本人にとってちょっと嬉しいね、次の日休みだったから、今日が休みだったから、あの最後まで見たっていう方も多いみたいなんですけど。あ、そうね、今日休みだったな、うん、どうもね、今日聞いて今来てらっしゃる方の中でも、あのそのままなでしこ見て起きたままなんで撃沈しそうですっていう方もいらっしゃったんですけどね。わしも起きっぱなしで、なあ、
そうなんですよ。どうでした、その最後の最後見たんですかね。お、同点で PK 戦に入るところで、うん、うん、ほんでうちの長男が父さんもしかしたらもしか振るよ言うてから言うけど、その言葉どこで覚えたんやいう話になるもしかしたらもしかするかそんな言葉使うか子供がいう話いつの間に覚えたんだとうん、ほんでね、日本優勝じゃ言うて、わーってすごいね言うて言うたんだけど、うん、これ誰と戦いようたんみたいな感じで、ね、あ、はい、何の戦いだったか何の試合だったのに話になって、まあ、あの女子サッカー版ワールドカップの、ね、はい、あれで目覚ましテレビでようようね、あ、ワールドカップだったんだみたいな、うん、しかもアメリカと戦ったんだみたいな。そう、アメリカは一応あの世界ランク1位なので、日本も1回も勝ったことなかったんですよ。同点があって、ね、まあ、と負けばっかりだったっていう。やっぱりケンタッキーばっかり食わなきゃ勝てんよ、あの人間にはそうですかね、やっぱり肉が必要ですか。いや、なんかああいう話をね、うん、おで、あの米軍とか焦げ分厚いあの不敵食うじゃん。そうですね、 200g、300g 普通ですもんね。ほんでよ、日本は、まあ、国を守るとはいえ、あな人間とようたったこうさのいう話をね、戦争でね、もうやっぱり先人の偉い人はああいうところで感じるよね。うんまあ今回はね、本当なんか団結力っていうね感じがありましたけど、あのぜひ最後まで見ていて、このまま起きたままだったのでもうちょっと疲れてますよって、仕事でも見てたよってね、フェアオイさんとかもあのおっしゃってますけど、まあ最後までお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。さて、話にも出た、後ろのね、いろいろ変わってたりポケモンの話なんかも出たんですけど、うん、このダンボール戦記は今話題になってる分ですか。そうそう、土曜日の朝6時半かな、オニナズマイレブンが5時半、朝5時半からしょるけどね、広島、うん、でその1時間5時6時半からアニメでしょるわけよ、ダンボール戦記。ほんで作れる会社があのレベル5言って稲妻と一緒なんよ。うん、ほんでまあゲームとリアルをリンクさす言うんで、うん、だけどドラマアニメに出てくるプラモデルがそのままこういう感じの、うん、うん、これを今一生懸命作ってるんですね、息子さんとかもね。そうそう、ベーって。一番人気はね、このそちら、これだな、ほうほうほう、900円なんですね。よく出てますか、それが一番。うん、なんて言うんですか、それこれヤンマー言うてね、ハンターね。ヤンマーは幸運気じゃん。うんと思って。ハンターって書いてあるしみたいな。そうそう、これ味方の脇役なんだけどね。ほん。うん、主人公はこのアキレスって運動靴の会社なんで。会社じゃないし、あ、だから001なんだ。うん。へえ、脇役なのにこのハンターの方が人気あるんですね。やっぱりこう銃を持っとる系。かっこええ言うんでね、うん、あ、うん、だけどアキレスとこのくのいちとハンターが3人パックで、うん、よく売れると。そうそう、へえ、でこれらのこれらを LBX でダンボールフェンキーンはその強化がダンボール言うて開発されるわけよ、うん、荷物を運ぶのに、うん、でそれを強化ダンボールを利用した箱の中でこれらを戦わす種目がそのダンボール戦記、ね、へ、うん、これがこれから大ヒットするんじゃないかなと、うん、っていうかもうかなり来とるよ。そうそう、皆さんのね反応とかも結構ね、うん、早かったんですよ。で昔のあのプラレフファンシローとか、うん、プラモ教師ローとかこら辺に属するんじゃないかな。だからいわゆるこうストーリーと、うん、あとこういうおもちゃと一緒にしてやってて、なんかダンボール戦記ゲームもあるらしいですね。そうそう、 PSP でね、うん、ダンボール戦記いうゲームがあるんだけど、うん、うちの子が 3DS しか持っとらんけね。あ、クリスマスぐらい来ますかねこれ話がね。いや父さんなんか頑張るけ皇帝みたいな感じ、なんか頑張るけですね。何を頑張るんやそうか、うん、
でも次々ね、まあ、ね、新しいものにしかこう対応してないゲームとかあるから大変ですよね、うん、あでフリー DF はフリー DF であの仮面ライダージェネレーションズとか、うんうん、そういうね8月発売のがあるけど、うん、子供らは必死よね、ゲーム機が違うっけ、うん、ねえですよね、うん、うち通常1000円を900円で、はい、うん、子供らに夏休み価格で、ね、特別価格ということで、うん、はい、あのちょっと普通にですね、私もここ聞いてみたかったんですけど、うん、ですね、ただお X さんから段ボールでできてるんですかって、うん、そういうわけではないんですよね。いや、これが戦う箱がね、入れ物がです。ダンボールの。未来のダンボール。うん。もう少々の衝撃を吸収する強化ダンボールいう。で、ダンボール戦記いう名前になった、うん。その中で戦うからダンボール戦記、うん。なので、これ自体がダンボールでできてるわけではございません。そう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 。はい。そして、知ってらっしゃる方は知ってますね。クリスマスには PSP はもう新しいのが出るらしいですね。うん、だそうなんです。で、まあ、お店のですね、今日お菓子とかもちょっとだんだん夏仕様になってきてるなっていう感じがあったんですけど、ナットマンさんは今日そちらのお店に伺って美人店員さんに接客していただきましたって。あら、うん、おったかいね美人がそんなことねえ、何買われたんですかね。お、うん、ポイントカードお持ちなんでしょうか。あら、うん、あるあるポイントが、はい、ぜひ買い物に来ていただきたいと思いますが、さあ夏休みももう近いということなんですけど、うん、どうですか、あるある屋もこれから放課後だけじゃなくてお客さんも増えてくると思うんですけど、うん、結構暇なんだろうね子供らが、うん、夏休みってそうですよね、うん、わー言って楽しいはやっぱり 2,3 日で、うん、そっからやることがなくなる。暑いしね、宿題もフェイフェイ言われるし、そうですね、ね、外出りゃ暑いし、うん、息子さんはどうなりましたか、うん、夏休みはなんかちょっと心配事があったみたいですけど。心配事というかね、うん、まあ、どこの親でも一緒よ、うん、何するんだろうこの子みたいな、うんうん、40日間、うん、まあ、前半戦はね宿題じゃなんじゃあるけど、うん、だけ後半戦をまあどうなんかな、うん、ボンから後半よな心配なのは。前半はやっぱりプールと学校のプールとかあるじゃん、うん、そうですよね、そうそう、あれとか宿題やって、うん、ある程度ペイできるんじゃないかなそれで、うん、ね、でも石川家的には、うん、こう息子さんもお休みに入りますし、まあ、2人の、ね、下のお子さんとかはやっぱり夏休みの間もお母さんたちがお仕事なんで、ね、預けてらっしゃるということもあると思うんですけど、石川家の夏休みはまだ決まってないんですか。うん、決まってない。もちろん奥さんが看護婦だけね、ええ、病院のシフトを待ちよ、うん、どっかで連休取りにさえ言う、うん、で、まあ、うちの家風としてこの休み取るときはうちから先に言っちゃいけんよ言うんでね、うん、やっぱり会社の組織だけ、うん、休みたい人を優先させて休ます言うんで、うん、残ったところをうちで休もう言う、うん、あれでね、うん、まあ、休みが取れたところで、ね、どっか行こうなんて話も出てると思うんですけど、今の時点で決まってるなんかありますか、お休みが。これはね、今年できたレオマワールドいうところ行ってみよう。今年かい今年昔からあるいうだからレオマワールドの説明文見たらね、ブチ短いよなんか。あ、そうなんですか、うん、でなんかおもちゃ王国もあるよみたいな感じで、ええ、うん、でもう営業時間が10時から5時までなのよ。そうですね、早いですね、うん、レオマワールドは誰かの提案なんですか。いや、コマーシャルショールね、うん、うん、レオマに行こうみたいな、うんうん、あれに食いついたわけよ。冒険の夏レオマ体験、うん、で、まあ、まあ行ってみる価値はあるんじゃないかなと、うん、で、まあ、子供が喜べばね一番ええわけだっけ、うん、わしは温泉と旅館がメインじゃけ、
なんかこうあとこう色っぽい女中さんでも俺はベストよね。おそこに期待しながら言うてしまえばなんかあくびさんからお盆は福山帰るん？お盆はどうなんかな。うちの兄貴が今あの震災の支援活動行ったんよ、ええ、自衛隊のあれ でこっち帰ってくるんかどうかが分からんけ、うんうん、ほんで、まあ、みんな元気ならこっちへ来て宮島の花火でも見るかいう話なんだけど、ね、うん、だけどなんかね間際まで決まらんのようちの一家はね。ちょっと帰るかどうか、みんなバタバタしようってね。あのレオモワールドなんですけどね、あの昔からあるけど一応新しくなったらしいんですね。ニュー、そうそうそう、ニューがつくんですよ今。ニュー、そうなんです。だから新しくなってから行ってないよっていう方もねいらっしゃいましたけど。じゃあハイパーレオマワールドになってるわけだね。うん、いろんな部分がハイパーになってることじゃなってるのではとね。なのでぜひまた行く時が決まって行ったらねお話聞きたいと思うんですが、うん、近いうちの何か、さっきそういえばポケモンの映画とかの話もありましたけど、うん、ポケモンのなんか2作品同時上映同時公開みたいな感じで、うん、うん、親子ペア券2000円で交代、ええ、うん、ポケモンはでももうあんまり興味持たんかもなーなんておっしゃってましたけど、うん、父さんもう民家って言うてんだけど、ええ、父さんマユケン交代って急に言うけど、うん、どっちかにせいやよなんかあるんですね理由が、うん、なんかもらえるんだろう GF かなんかでね、ええ、商売するの思いながら、うん、それを持ってないと戦えないとかもあるんでしょうしね、うん、じゃあまあ最近ポケモンインと言わんのにあえてねもらえるもん言うたらポッと行くって言うんだろうね、うん、ただじゃ何度映画はって借りたんだ映画自体にもお金かかるんだ言ってそうそう、うん、まあまあええか思いながら。なんか石川さんが今まで行ったことがあるところとかあのおすすめスポットってありますか、うん、夏休みにここ行ったらいいよっていう場所が、うん、ほらエッチなところ、いや、いや聞いてらっしゃる方のためになるような感じがいいかな。はい、そうそう、そうしてくれたまえ。そうですね、皆さんにもあのビアガーデンに行こうっていう話は今あったんですけど、何か、まあ、ビアガーデンって言ってもねいっぱいありますから、そんなおすすめのビアガーデンでもいいですし。誰がそんな不死だらなことを言うのか、ね、不死だらですか、ビアガーデン。はい、柿田さんビアガーデン行こうって、あの悪人俳優の、うんうん、悪人俳優ちょっとニュアンスが変わってくるね。ちょっと変わってきました今ね。えすごいな、教えてもらいたいですよね。で、まあ、あのビアガーデンに限らず夏のスポットだとか、まあ、あのいやマジカキさん、あの盆前に行こうやか、ビアガーデンね。うんうん、盆前、お盆前に、うん、どこがおすすめですかビアガーデン。そら言われんこんなとこで。あわしゃの炎のビアバイキング毎年行くよ、三越の、三越の上ですね、うん、はい、あこれあっこでよ銀行の受付の女の子と会うんよ。あ、知り合いのね。知り合いの。うん。示し合わせていくんじゃなくて。偶然ね、毎年ね。なぜか一緒なんです。うん、社長ってから、手振る小娘がおったけど、何や思ったから。うん。あ、結構外で見ると可愛いじゃんって感じ。そうそう、制服じゃないところでね、見たりするとっていうのもありますね。やっぱ違うよね、うん、なんであんな違うんでしょうね。うん、女性は怖いな思ったあとあの23日、まあ、宇品の花火大会もありますねっていうことでね。ほうな、昨日還元祭のあの祭りうちの奥さんと子供らが行ったんだけどね、まあ、近所だったっけね、事故前でから、うん、どうでした、楽しそうでした、うん、結構大喜び、人が多かったらしいよ、なんか、うん、わしはしるしるみしるみよだねけどね任して、おケンタッキーじゃいいながらあのなんていうんです、金魚すくいとかそういうのってやっぱやってくるんですか、子供たちって。うん、やってくるんだけど、金魚すくいの金魚が病気持ってるわけよ、まあ、全部が全部台湾けど、うん、うん、だから一緒にできんのよな、水槽に。ああ、うん、ここら辺が取って帰ってもね、ちょっとこう前ところへ、うん、違う入れ物入れないけんけんね、うん、ややこしい、うん、言うんだけど取ってくるよね。
あーそうなんじゃそうなんか、うん、取ってきてやっぱり10日1週間ぐらいね。ちゃんとそういうのってこうなんて言うんです、あのお世話とかするんですか。しゃあへんしゃあへん。あそうなんだ、うん、ああいう生き物関係はわしよ。ああ、うん、野菜もお父さんがやってねっていう、うん、だけどまあその食べれる収穫物は子供らの当番にしてるからね。うーん、トマトとかキュウリとか自分で取ってから毎朝持ってくるような感じで。ねえ、なんかなかなか、なんかおすすめの場所出ました。ちょっと私今ソーシャルが固まってるんですけど、なんか書き込み入ってます？特にはないですか。ねえ、あそうそう、ビアガーデン行きたい。よしみんな行こうぜ。うん、貸し切りでね。新谷くん残りじゃ。おすごいじゃないか、それはみんなで行こうじゃないか。高野のけなし山っていうんですかね、これは知ってます？高野のけなし山あるんですか。けなしは、けなしはそっちが専門だろう。けなんかどんなところなんですかね。球場の近くにビアガーデン。球場の近くにもビアガーデンできましたか。え、福山球場の。いやいやいや福山飛びましたか、いきなり。球場の近くのビアガーデン。球場ってどこにあるの。駅の近くですね、広島駅の駅裏。うん、大津。ほん、ダイヤモンドシティの方なんか。あそこまで行かないあたりですね。アホな。はい、へえ、あこれ栄えるんだね、これから。ねえ、なんかあとおすすめのなんかこうビーチとかでもいいですし、ちょっとね夏らしい遊びに行くところ教えてもらえたら嬉しいですけどね。あこの大島がなんかビーチがええ言うんだけど、うん、水が冷たい、異常に冷たいらしい。なんかあ大島がですか。そうだけ遊ぶはええんだけど水に入るのはダメよ、言うけ海水浴ダメじゃない。うん、まあの景色はいいですけどね。そうそう、大島はね、うん、結構な資本投下しとるわっこへ。うん、うん、リゾート化する人だよね。どん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 、なんかあの泊まる施設とかも結構いいのができてたりしますけど ね。あれよあれよ言う前よね。うん、5年10年前始めたいう感じよね。うん、変わってきましたよね。あとあの宮島水族館がリニューアルいよいよなんですね。8月1日からって。そうそう、ふやおいさんからの宮島水族館の新しいニックネーム知っとる。知らないです。なんて言うんですか。親父マリン。本当ですか。ブー違う違うって。宮島マリン、うん、宮島マリン、宮島マリンって言うんだ。へえ、書いとこ。宮島マリン、はい、マリン。ですね、けなし山の情報をいただきました。ありがとうございます。あくびさんしっかりとですねページの方を送っていただいたんですけど。拷問みたいなね。いや地元で一番親しまれてる山なんですって。毛がないのに。いや、うん。そうそう、むごい。でまあ野菜畑とかいろいろこう農道を歩いて見るのもいいですよと。春はなんかあの花が綺麗だったりもするんですけど、夏はこれ涼しいんでしょうね結構。ん、キャンプ場。キャンプ場ではないのかな。キャンプ場もあるのかな。一応ですね、サービスの中にはちょっと今そういうの書いてないんですけどね。遊ぶ、体験、泊まることもできるみたいです。うーん、ぜひ今あのちょうどソーシャルにページの方をですねあの上げてくださいましたのでご覧になってもらいたいと思いますけど。おほよ、船出してね江田島行く、え海水浴行くかいう話が出たの。そういや江田島またね、あの人オランビーチ寝ろて船つけてバーベキューする。うん、広島もあの気をつけていかないと、あのバーベキューができるところとできないところのビーチがありますからね。ビーチじゃないんよ、うん、浜普通の浜。うん、楽しいですよね。そうそう、だけど人おらんわけよ、うん、無人島みたいな結構あるよな。はい、うん、昨日ちょうど行ってました。
どこだったんだろう、場所がよくわからない、イルカバナって言われるところですね。これ北朝鮮じゃないの？なんでなんでよね。それだったらむね、なんか喋り方おかしい思うんだ。私が私がなんか噛む思うたら、あ、今日ですか、今日今日まだそんなことしてないですよ。それ先週です。一谷だって。そういや、この間韓国行ったって言おったわみたいな。はあ、無人島いいですねっていう話ありますね。いいにだ。あ、8月1日ちなみに宮島水族館さかなクンが来るそうですよ。すごいな。うん、で宮島林はね、入場料が高いんだってヘルパーママさんおっしゃってます。まあ、じゃあね、うん、チート落ち着いてから行った方がいいで、宮島。確かにね、うん、子供連れじゃろう絶対。うん、また倒れるよ、あのフェリー待ちで十分1時間2時間になる。ああ、ありますね。うん、でちょっと水族館までがありますもんね、また歩いていくと。そうそう、実は結構距離があるよ。うん、うん、その途中に行き倒れるかもしれないしね。うん、気をつけないといけないですよ。暑、うん、ね、いな、相手よる客を宮島の強欲な商人たちがこうかき氷あるよとかね。宮島の方がいるかもしれないませんから。結構、ね、強欲なんや。でもあの水分トラバッタもう水分だけじゃねダメだそうなんでね。うん、しっかりと塩分も糖分も取らないと。いや、わし言ったのあの、うん、何で元の位置立ってるんかよ ね、 そうなんですね。こっち側の島渡らんと、こっち側あの協定場潰してから作りゃすごい楽に協定場より儲かると思うわしは。あえて、はあ、そのあたり、うん、お前の商売ならそうしとるよ。わざわざフェリー乗っていかなんでも車でさーっと来て行ける水族館が一番儲かるよ。まあ宮島に来てほしいっていうのがあるんでしょうけどね。うん、いや一緒よね結局。うん、うん、まあ、わざわざ島渡って見る必要はない。今水族館今、うん、同じ市になりましたしね。宮島は離れとってしょうがないよ。うん、それはあるでしょうけど、広島市駅とってしょうがないんだからね。うん、ねえ、まあぜひ、うん、あのここに行ったよなんていうね報告があったら皆さんに教えてもらいたいと。人質として水族館をこっちで作りゃうまいこと言ったんですか。口を封じることができた。本当に。へえ、うん、まあいろいろあるんでしょうけどね。うまいな、当たり障りのない、うん、一生懸命好かれようと思ってます。協定上に協定上ですか。うん、協定上に好かれるんですかね。十二星座行きましょうか。はい。ね、十二星座今カニ座が前を通りますということで。あ、揃ってたんだ、はい、揃いましたので、また夏のスポットあのどこに行ったとかねあったら教えてもらいたいと思います。さあ、じゃあディアゴスティーニに行く前に行っちゃいましょうか。今日の星座です。明日からのランキング11位から2位まで発表していきますので、ぜひ皆さん聞いていてください。準備は皆さんよろしいですか。いいですか。いいですよ。じゃあ行きましょう。それでは明日からの運勢です。それではまず11位からいきましょう。11位は双子座の皆さんです。良くも悪くも周囲の注目が集まっています。慎重な行動を心がけましょう。ラッキーアイテムはポケットティッシュです。ポケットティッシュ取るようにするってことですかね。いや、銀行行ったらもらうではしない。お、必ずねもらえますよね、利子として。はい、それがティッシュ。そして第10位はサソリ座の皆さんです。仕事の不満を理由にサボってはいませんか。怠ける心が信用を失うことになりますよ。気をつけてください。そして映りましたでしょうか。第9位はおうし座の皆さん。今スランプを感じているあなたは脱出のその時が近づいてきました。お友達との会食の機会を持って気分転換をしてください。そして第8位はおひつじ座の皆さん。ほら早いな。でもね、悪くはないです。良い結果はもう少し先に得られそうな暗示が出ています。今は損して得取れの段階かもしれませんとのことです。思い当たることありました？
ようわからんな。もうちょっといろいろありすぎて最近。お、そうなんだ、はい、じゃあ7位いきましょう。7位はいて座の皆さんです。これまで接点のなかったいわば意外な人に見込まれてチャンスが巡ってくるかもしれません。どんな人でしょうか。しっかりアンテナ張っておいてください。そして第6位いきましょう。第6位は水亀座の皆さんです。運気は悪くないのですが、些細なストレス、すれ違いや誤解でちょっとした喧嘩になりそうな暗示が出ています。気をつけてください。はい、水亀の座の皆さんが6位です。そして第5位はこちら、天秤座の皆さんです。恋愛運が上がってきました。カップルでお揃いのアクセサリーを身につけて吉です。はい、そして上位に来ておりますが第4位いきましょう。第4位は最後に登場してくれました蟹座の皆さんです。欲しいものや実行したいことがあったら遠慮せず周りの人に宣言すると吉。空気を読んで自己主張を遠慮するとチャンスを逃してしまうかもしれません。そして第3位いきましょう。第3位は魚座の皆さんです。運気は上昇カーブを描いています。継続は力なりの言葉を信じて挑みましょう。いいね、いい時です。ちょうど真剣ゼミだね。はい、まさにそんな感じですね。ちゃちゃ続けることが大事。そして第2位は最近いいですね、乙女座の皆さんです。あれ、自分磨きのための投資をして吉です。資格取得の勉強やジムでのエクササイズなど興味ある分野にトライしてみましょう。さあ、ヤギ座と獅子座の皆さんが残っております。12位からの発表です。12位はごめんなさい、ヤギ座の皆さんです。仲間の長所と短所が同時に見えてしまい大きなストレスを感じるかもしれません。気分転換にはゆっくりしたバスタイムがおすすめです。まあ、バスタイムでもバス、ね、お風呂も暑いですから ね、ぬるめのお湯に浸かるっていうのも大事かもしれません。疲れが取れますからね、夏も眠となるよな、ぬるめのお風呂に。わ、ね、うん、かりますわかります。でもあれがいいのかもしれないですね、リラックスで。昨日一昨日風呂で寝とった。あ、危ない、うん、本当に寝たら危ないですから。父さん起きてみたいな。気をつけてくださいね。寝とったよ今。ありますよ、でも一瞬ね、お疲れなんでしょう。さあ、それでは最後1位です。1位は獅子座の皆さん。周囲の協力で活躍できそうな暗示が出ています。困難に見えるようなことでも意欲的に取り組めば必ず乗り越えられるでしょう。ということで今日の1位、明日からは獅子座が絶好調のようです。以上、明日からの運勢をお届けしました。皆さんご協力ありがとうございました。さて、それではですね、毎週お送りしてますディアゴスティーン2週間スタートレックエンタープライズ D を作る、今回は7号ということなんですが、テーブルの上にないということは石川さん、これはどういうことなんでしょうか。うん、これが7号でね。おーい、ディアゴスティーン2がストップしとるね今。多分全国発売に移るんじゃないかな、これから。なんかね、広島先行ということで話が出ておりましたけど、ヤマトの時もそうやったっけね。ええ、これ何週かして辻つまが合うようにするんだろう、全国はと一緒に。だから7号から一緒になるっていう感じなんですかね。まあ、待とう、ずっと週刊発売なので、まあ、最高6週間待たなきゃいけないっていうことですよね。ディアゴスティーニ聞かれば分からない、分からないですね今ね。ディアゴスティーニ のホームページ見たんですけど、まだそれは社長に出ませんよ。そう、発表になってないんですよ、ホームページでね。え、あの社長はディアゴスティーニかね、やっぱりで、スティーニっていうんですか。悪役みたいなね。ねえ、なのでまた次回発売になってから、はい、あの石川さんにお話を聞いていく、またね、あのどんどん組み立てていこうかなと思うんですけど、はいはい。なので、発信、発売じゃなくて発信のあの CM が全国でやっと流れるということですね。ほら、ジャゴフティに聞いてみなのか。CM も変わるかもしれんって。ね、そうかもしれないですが、ぜひ、待っていていただきたいと思います。楽しみにしていた皆さん、すいません。私たちが謝らなくてもいいんですけどね、別にね。うん、ディアゴスティーニが
ここで今停止しておりますので、よろしくお願いします。さあ、それじゃあそのままスーパーヒーロー行きますか。はい、行っちゃいましょうか。さあ、それでは行きましょう。仮面ライダーファンの皆さん、スーパーヒーロータイムファンの皆さん、お待たせいたしました。テレビ朝日系列仮面ライダーオーズ、石川さんと共に語るコーナーなんですが、まずまあオーズね、どうなるかねなんていう話をしてたんですが、昨日が42話目あ、はい、休刊なんと、なんか今そういう話が出てますね、うん、休刊よ、配信なんていうのが今出てきましたね。あ、そうなんですか。ちょっとね、詳しいことを調べたいと思いますので。いや、またええよ、うん、はい、また待っていてください、うん、じゃあオーズの話が出たところで、ダラダラになりそう、はい、42話まで来ましたんで、ね、そのあたりをまずは石川さんにお話しいただこうと思うんですが、はい、アンコを助けるために動いていた2人がですね、うん、はい、なんだかちょっと今にも番組が終わるんじゃないかという展開になりだしたんですが、鳥のアンコももう倒したんだろ、あれで。あれ本当に倒れたことになるんですかね。そりゃテレビ朝日聞いてみよう。またそうやって言うんですか。私困らせる。はい、いや、それっぽいよね。なんかね、次はもう違う目的になってましたもんね、うん、流れ変わる、流れ川じゃないわ、流れ川じゃないですよ、流れが、うん、物語の進展からいきゃ、なんか最終回間近っぽい展開になるんだけど、いまいち盛り上がりになんか欠けとるよね。そうなんですよ、いつもの最終回の1ヶ月前としたら、うん、1ヶ月なんですよね、あとちょうど。そうだね、うん、ちょうどじゃないけどな、ちょ、まあまあ、うん、8月やろう、あとまあ普通だったら、うん、そんぐらいなんですよね。ねえ、言ってもあと4回5回総集編になるのかな、NHK の大河ドラマみたいな感じですか。総集編がありそうでもないような、来週最終回であと全部総集編、あ、そう。そんなのがありそうな気がしますね。ない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 。わしとしてはこれオーズ失敗よ、うん、脚本にかディレクターのなんか原因ってありますか。なんかぐだらぐだら反応を見ながら作ったんじゃないの。あ、伊達が人気じゃけ、ちょっと後藤ちゃんが人気じゃけって、うん、アンクちゃんが人気じゃけどうしようとか、うん、なんかああいう女性ディレクターが喋るおたんはインタビューの読んだことあるけどね、うん、最初からこう話ができてなかったんですかね、うん、もうけと中盤戦とフィナーレぐらいね、うん、バッチリ決めとけば、抑えときゃ物語ってある程度作れるんじゃないかなとは思うんだけど、うん、それがなんかえらいなんか引っ張るのいう時もあったよね。ありましたね、ちょろっとの話で話題が全然出ないっていうね。そうそう、ね、進展自体がないよな、うん、ああいうのを連発しすぎとる系、物語がむちゃくちゃになっとんないかな、うん、話の。だから本当に未だに誰が悪者なのか、うん、でほら結局五感をがだんだんなくしつつあるから、うん、あのオーズまでもがこうグリード化してきたみたいな話になってて、何が悪者なのか、 誰がこう正義のため戦ってるのかっていうのがぐちゃぐちゃになってますもんね。そう、私も土曜の晩ね、うん、ちょっと五感がうこう二分になってから、ね、グリードもしかして、ね、焼酎飲みすぎてから、あ、酔っ払ったね。ねえ、じゃあ今のオーズも酔っ払いなんですかね。うん、多分似た症状だと思います。それで紫になると暴走するんですね。テレビ朝日酔いしとんだね。ね、でもこれからの展開もどうなるんだろうっていうのがなんかちょっと終わりが見えてきただけあってね。なんか仮面ライダー関係は気が重いよね。うん、オーズが終わったとしてもあれだろ。あ、次来るのがね。次来るのもなんか衝撃的な、そうそうそう、なんかとんがった。ね、えちょっとあまりライダーって感じがしない、タケノコの里みたいなやつ。近いですね、ちょっとね、タケノコの里ね、あれ見るものが気が重いしな、思いながら、うん、でスイートプリキュアもあんまりブレイクしとらんのだろ。そう、なんかあの、うん、頭すごかったんですけどね、始まってすぐは、うん、今落ち込みが激しいと、また今豪快じゃんと言った時にかなりすごい音でバイクが通り過ぎたんですけど、ゴーカイジャーはね、あのいろいろ なんかネットとかを見ても話題にしてる人が多いってことはやっぱり面白いってことなんでしょうねと思うよ。なんか
割と物語の芯があるんだろうね。あ、うん、それをスーパー戦隊のレンジャーキーで色付けし肉付けしとるけ、うん、見る方も不安定さがないよな、うん、敵もちゃんとおるし、なんか次はどんなんが出てくるんだろうとか、うん、どんな展開になるんだろうっていう楽しみがあるからこそヒーローものって面白いんですもんね。うん、ちゃんとした悪役がおって、うん、それもある程度強くてみたいな、うん、うん、じゃないと、うん、戦うもんがなんぼかっこよってもなんかね、そうですね、うん、まあ、オーズがかっこええとは言わんけど、うんうん、敵もおらんよね結局、うん、なんかメダルとかもいっぱいも出ちゃって、うん、何もかもちょっとできった後なんで、そうだろうな、ね、これから生まれるものが何なのか、何を楽しみにするのかっていうのはね、そうね、せっかくあの夏休みのにおもちゃ屋が精がないよね。本当ですね、なんかの新しい発売とかがあればね、そうそう、発表があれば、うーん、そこら辺がなんかないよな、夏なのに。そうですよね、うん、まあでも映画があるっていうね話題も、うん、あの映画もね、なんちゅうんかな、オーズがそこまで人気ないけ、うん、うん、まあ、ヒットは振るんだろうけど話題性はないよな。おー、あの紫のメダルとか、うん、ね、そうそう、メダルの誕生のお話でしたよね、うん、でそれよりも子供らの話題言ったら冬の稲妻イレブンの映画とか。稲妻イレブンの映画は、うん、それは初のになるんですか。いや2回目なんですか、うん、ああいうもう先の話ばっかりしょるよね。うーん、この夏の話題作が子供の中ではないわけよ。ポケモンで止まっているとポケモンも、ね、ポケモンの映画は見たい系じゃないんと思いましょう、うん、結局そのおまけ欲しい系みんな釣られていくんだろうけど、うん、映画自体にあんまり魅力はないだろう多分。映画の内容はもうそっちの系になるんですよね。うそう、ライダースナックと一緒よ。それだけ集めて。そうだけど、ね、なんか作る側も手抜くんか分からんけど、うん、なんかね物語の作り方いうにちょっとなごまかしがあるよな、うん、おもちゃは主導でおもちゃ売れりゃええわみたいな的なもんがすごい見えるんよ、オーズとか。うん、もう物語むちゃくちゃのにメダルだけはバンバン出てくるじゃない。うん、うん、それが話題じゃないけど、じゃあメダルが出た後は何が面白いの言ったら面白くないね。だけど伊達もおらんようになってからなんかふぬけみたいなよね、うん、ドラマ自体がちょっとね、あの、うん、締めてはくれてましたもんね、伊達くんがこう話を、そうそう、お伊達じゃみたいなもんがあったけど、うん、後藤おったんかみたいな感じだろ、うん、そうなんですよね、うん、だけどなんかね、うん、ちょっと今年はもう終わっとるよな、うん、オーズはスーパー戦隊コーナー考えるかなり難しい感じになってきましたし、うん、どうなんでしょう、ね、できったっていう感じもあるんですかね、こう話題の展開とかが、うん、もう一回一回にこう今、書いてらっしゃいますけど、お話の中にも起承転結なかったりとかもあるけど、うん、あのいろんなストーリーはをやりすぎたのでちょっと新しい案が浮かばないっていうのがあるんですかね。いやだけないなら惰性で続けるよりわしは機械だとか、うん、その焼き直しでもリメイクでもええ始めるべきなよ。ライダーに固執することはないと思う。うん、 うん、うんうん、それをね別にプリキュアのサイクルでもいいんじゃない、うんうん、3回4回続けて今度はまた今度は違うの電人ザバオがなり、うん、次のヒーローへって、うん、言うんでもわしゃええと思う。もうライダーいう名前だけついてライダーじゃないじゃない、うんうん、もうそのネームバリューだけでだらだら続きおるとしか思えんよの、うんうん、確かにそうですよね。うん、超寂しいね、ライダー好きにとってはですよね、うん、本当40過ぎて熱く語りおるよ。一つ寂しいつながりでもう一個話題いいですか。毛が寂しい、寂しい話題、フリーズしたからだ、はい、寂しい話題が、ミラモスティーニの、うん、買ったミラションさんから、はい、シ
写真を送ってきていただきました。今写してるの映ってますかね。ミラションさんが、映してくださってます。画面にちょうど今エンタープライズ D を作る休館らしいです。これミラションさんは7号をお買い求めになったそうなんです。7号があったってことですね。その中にお知らせが入ってて、はあ、あの今まで買った人には返金する、返金するってよっぽど売れんかったんだね。これそういうことがあるんですね。あとあれですね、広島の書店の方だと思うんですけど、ツイッターでこのようにですね、写真で紹介して反響大きかったディアゴのスタートレックエンタープライズ D を作る広島版は7号で休館、全国発売なしとのことっていう、こうツイートされている、全国発売なしだそうです。なんかショックじゃけどほっとしたほっとした面もあるかなり長いね、複雑な心境ではあるよね。いやーびっくりですね、うん、そんなこともあったんですね、うん、けどあの買ってたんです、買ってたんだ、買ってたんだ、ね、7号を買ったっていうことはね、そういうことですね。いや返金してもらえるんでもどうなんかな、うん、あの上のメインブリッジ の、ね、うん、位置にあったドームはな、うんうん、あれは欲しいな、うん、あ雨の日とか使えるじゃん雨避けるためにフルチンの時隠せるじゃん。いや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 、いろんな使い方がね、そうそう、あるかもしれないですもんね、うん、へえ、なんかもうできたものとして売ってほしいですよね今度ねいやよっぽどほんま不審だったんだろうな。一応ねあのホームページ見てもちょっとその形がなかったんでおかしいなと思って見てたんですけどね、そこまで調べれませんでした、すいません。うん、まあね、シリーズとしては黒い負の歴史ですけど、反応見るんだな広島でね、うん、どれだけ出るかっていうのがね分かるんですよね。じゃあね、わしよそのもんか聞きよったら広島日本の中でも一番不景気な街らしいね。あ、そうなんですか、うん、一番景気が悪いところでなんでディアゴスティにはあるんかやるんかなと思ったらやっぱり不景気なところでもどれだけ手を出すか売れんと、うんうん、そしたら全国でも売れるのいう感覚になるんだろうな、うん、確かにこう、うん、自分が好きなものに対するお金を払うっていうのってちょっと景気不景気とかは別のところでどうにか捻出して出すっていうのありますもんね、うん、そうそう、興味があるものはね、それでさえ売れんかったと、うん、うん、ああいう試験的に売るいうのはそういう理由があるみたいな、うん、不景気になるも早いんだけど景気回復も一番遅い。あ、なんて悪いところなんだろうダメじゃないです か、うん、もう経済が通り過ぎるところなんと、うん、広島いう町は、うん、うん、でポンと飛んで福岡が栄えていて、で間がもう、うん、わしは取り残された人たちみたいな、あれってなる感じですよね難しいね、いろいろ、いや、広島県自体があんまりその熱心じゃないんと、経済活性化観光誘致も、うん、その宣伝する格好はするんだけどそこまで熱心にしない。実際予算減りましたしね、なんかね、だけどそう、まあ宮島とかはねほっときゃ人が来るから大丈夫という頭だろうけど、うん、来んよね結局、なんかね、うん、努力をしないとね、リピーターがいないですもんね結局、そうそう、うん、なんかないとな。とりあえずあのタイムライン上では切ないねって切ないねって来てましたねで、まあ、途中までしか作れなかった人には返金しますよということで、7号も一応並んでるらしいんですけど、あの高級なフリーペーパーになるわけよねって、金額返金されるんだからって、柿田さん、ね、その返金で飲みに行こう、うん、なんぼ返金なんだろう、6号ありますよね、約1万円か、うん、小1万だな、うんうん、行きましょうか石川さん内心安心なんですかって、どっちか、まあどうなんかな、いや最後まで見たかったよな、うん、エンタープライズをどんな風にできていくのかがね、また楽しみだった気もするんですけど、残念な話で、また新しいコーナーを考えてもらいたいと思います石川さん、うん、よろしくお願いします。さあ、スーパーヒーロータイムファンの皆さんにお届けしているこの仮面ライダーの、関係もかなりちょっとなんか危うくなってきましたんでね、うん、またいろいろ
ちょっと仕切り直してみたいと思いますが、まあ、仮面ライダーウォーズどんな風に終わるのかは一応あの見守っていこうとは思っておりますので、うん、はいはい、仮面ライダーウォーズの感想、ついなま初開始のツイッターついなま201や石川さんの夢ホーム宛てのツイートでお待ちしています。続いては石川さんが今思っていることを自由にトークしていただくコーナーです。名付けて石川コラム。石川さん、今週のテーマは何でしょうか？今週はね、まあ、人間付き合いの基本いうかな、うん、だけど、まあ、人間こう、まあ、友達とかでも何でも会社でも、うん、まず人間付き合いしよう思ったら相手を信用せにゃいけん、うん、すべてはなんか人を信用することから相手にして信用してもらって人間付き合いするいう、うん、で、まあ、私は事務所にも張り紙しとんだけど、その信用にはその誠意で返す、うん、うん、これなんかの本で読んだん覚えとってね、書いたんだけど、この誠意言うんがまた難しいよな。うん、信用してもらうとろけ、こう誠意で解散という権威言うんだけど、あんまりこうその誠意が追いすぎてもなんかいやらしいまあこれ個人の個人差にもよるんだけど、うん、うん、わしらあんまりこうありがとうとかその過激な表現言うのは下手だけ出しにくいんだけど、でまあ表に見えんでもこう誠意を出す態度いうんかな、うん、あれは常々持っとかにゃ人間関係はなんか微妙な方向へ行くんじゃないんかないうのがね、うん、最近まあいろいろ一件かなあって、うん、まあ、わしとしてはまあ信用しとるんだけど、うん、ちいと誠意が足りのないかなと思ったりするんがあって、うん、まあ、これを、まあ、相手に注意するいうのもまた信用がぶち壊れるし、うん、だけど結構この人間関係の基本になっとる信用誠意いうのはこう非常に脆いもんだなと、うん、脆って脆いけど一番中核を成しとるもんだなと思ってね、うん、まあ、触り方注意だね、ほんま、うん、どれくらいのことをしたらそれが正解なのかっていうのがまたない ものだけあってたい、うん、なんか難しい話ですよね。そう、尺度がね、うん、うん、でまた人の信用をまあ裏切るんかな、手のひら返してこうまあ分からんけやっとこうかみたいな、いう人間もなんかチラチラ見えて、まあわしらはもう見て見んふりするけどね、うん、うん、まあとにかく信用はし続けよう思うが、うん、あんまりこう誠意がないとね、うん、関係いうのは一方通行じゃやっぱり人間関係がね難しいけ、うん、飲食そういう人が増えてきた、どうなんかな、やっぱりね世の中、まあ、今、まあ、東北の震災もあって商社とかメーカーはボーナスが出るんかいうぐらい儲かっとる、うん、うん、ほんでその人たちは儲かっとるいう態度でわしらに接するね、うん、うん、で割を食うて潰れかけとるいうか、まあ、潰れていきおる今、うん、業者と言うたら実際汗を流して働く人間の実行部隊よね、うん、実行部隊は多分これから冬にかけてまだまだ倒産すると思う、うん、ほんで人間はこう苦しい時にもろ人間性が出てくる、うん、うん、そのわしらでも結構会社ね3万円の資金から起こして金には苦労したけど、
下品にはならんかった、うんうん、金がないけ人を裏切ってでも金にしようとか、うん、騙したり、うん、信用しとるしてもらっとる人間に対してまあ見とらんけえか言うてやったりはそこまでは下品に ならんかったかな。ただ世の中はすさんどるんかちいと目につくよね。うん、うん、でまあわしらも商売ずっとしょるけ、まあ、人間 見るよね。うん、ある程度はもう見透かすよね。うん、そしたら今回の不景気は結構、うん、ちょっと末期っぽいな。うん、うん、貧乏な貧乏しても貧乏心まで貧乏になるで言うじゃないなんか。あ、確かに。うん、すさんだ世の中でも心まですさんだら完全にアウトだよ言うけど、なんかすさんどるすさんできとるんかな思うよね。だけどういうかな、まあ子供、まあ、極端に言ったら子供がおる前でね金がせえやとか、うん、通常なら考えられんことだけど、子供の前で金の話してんだろう思うけど、もうその周りが見えようになる、うん、だからもうなんか、まあ、かわいそうなのいう、どういうのかな、まあ、そういう時はまあ一回空見て、うん、心の余裕を取り戻すしかないんじゃろうけど、うん、でまあ、わしらも相談を受けたら、まあ、苦しいはみんな一緒よ言って言うんだからね。で金はノートも持ってる中を振るのよ言って、うん、きついなら笑えいう話でね。とにかくその表へ出したら負けでえで、とにかくその眉間にしわ寄してからなんか泣きそうな顔しとる人間を信用 してくれても誰もしない。苦しいんだろうけどニコニコしおる人間は信用するよね。そういうもんで、信用してもらったらそれは誠意で返す、でもその誠意もクソもわからんような末期な人間がちいと増えてきょんかなと、ここら辺が一番怖いよね。そうですよね。またこう、なくしてしまったね、信用とか信頼っていうのもまたそこから取り戻すって言ったらすごい大変なことですしね。そう、うん、不景気はね別に震災みんな思い出したら分かるけど震災前も不景気だったわけよ。そうです。その続きが来とるわけであって、ただねまあいろんな資材の面とか震災であるだろうけど、これはもう頑張るしかないよね。イライラしても意味がないし、苦しい時に人の悪口ばっかり言うのもおるけど、それこそ無駄よね。そうですね。で心がすさんできおる証拠じゃもん。まあ、ちょうど今年も半年が終わって7月になったので、ちょっとこの半年自分がどうだったのかなって心ちょっとすさんでないかなとかちょっとね考えてみる時間も大切かもしれないですね。でもある程度はもう、まあ、一番寛容さ、まあええもうって、いやわしはもうよう騙されるで、でもまあそれはわしはあんまり疑い深くないけ、頑張りますって言ったら頑張るんかって信じるけね。まあそれに対してどういう態度を取るんかはもう本人の問題だなと、とりあえずわしは信じたけ、あとは自分が死んだ後地獄行くかどうかいう話よね。だけまあ星の数じゃが、まあその同じ数こう信用に応えてくれた人らもおるけんね。そっちの方がまあ大きい財産だろうなと思うよね。大事にねしていく部分ですよね。今ソーシャルの方にもいろいろな感想をいただいてます。石川コラムはですね皆さんにこう自由に石川さんが今思っていることをお話ししていただくそんなコーナーなんですが、ご意見やご感想そして話してほしいテーマなどありましたら、ついなま20日市のツイッターついなま201または石川さんの夢本までお寄せいただきたいと思います。破壊は一瞬なので言葉には気をつけていきたいねってねいうお話ですとか、今やっている映画があるそうなんですが、
あの見てもらいたいですねっていうお話とかですね、いろいろ、ご感想をいただいております。またあの何か思ったこととか、またあの石川さんがこんな話してくれたらなっていうこととかがあったらですね、書き込みの方してみてください。よろしくお願いします。そしてこの番組は素敵住空間夢ホームのブログでもいつでも視聴が可能となっています。毎回ライブ配信終了後に掲載していますので、聞き逃した方もご安心ください。今日、ちょっと星座占い聞き逃しちゃったなんていう方もねいらっしゃいましたので、そちらの方でチェックしてみてください。聞きおらんかった聞き逃した聞き逃しました何位だったかもう忘れちゃったみたいな。そうな、ね、今日ね石川さんね汗がすごいんですよね。乾いとるね。そうでもないです。さっき汗すごかったんですけどね毛が台風に舞って粉雪みたいに綺麗だねこんなんですかちょっと詩人になってしまったねえ今ね風もかなり強くなってきてて、うん、台風いつ来るんかね。台風ちょっと明日には暴風域に入るっていうことですけど、もうなんか入ってるんじゃないかっていう風がね、明日風速15メーターある。うん、かなりあの頭を偽装してる人は注意しなきゃ。頭部偽装でもうね、あのだんだん私が返しにくい話題になったところで、次回のライブ配信は7月25日です。もう7月も終わりのその週ですので、皆さんお会いしましょう。来週もよろしくお願いします。お断りします。はい、石川コラムを返すどうよねえ、もう大変なんですからこの後の一フレーズだけでも。はい、で、このあるある屋もいろんなものが増えてますし、ダンボール製品ね、さっきも紹介しましたけど、うん、あるある屋特別価格にもなってますので、はいはい、営業時間の方は、うん、営業時間の方は何時頃までに来たらいいんですか。何時頃までに来たらいいのか、うん、平日ってこう子供たちがこう仕事じゃない、会社終わってから、いや会社じゃない、学校終わって来てた時間だと思うんですけど、うん、子供は会社行って、はい、どうですか。9時から6時、うん、だそうなんで、ぜひ買い物に来てもらいたいと思います。石川さんに会えなかったってね、ナットマンさんおっしゃってましたけど、ほとんどわしが情報しとったんだ。 あそうなんだ、うん、へ、かなり美人に見えたろ嘘です。はい、買い物にまた遊びに来てもらいたいと思います。来ちゃったらあの、うん、社長はって言ってくれたら、うん、いつ頃行きますとかね、ダイレクトメッセージなり、はい、2チャンネルでも、うん、何でも2チャンネルってどうやって見るかよフレッドの意味がよくわからんけど、ね、はい、あの広島は暴風域入ってるみたいよっていうね、今あの書き込みもいただきました。お天気情報、はい、はい、気をつけていた、うん、いきたいと思います。では来週よろしくお願いします。パトレーバー、それでは今夜はこのあたりで。ついなま初回地、この番組は住宅リフォームと外交工事でおなじみの素敵住空間夢ホームの提供でお送りしました。